あ、じゃあ、はい、やっちゃいましょう、ということでトラブルがあったんですけど、はい、ひろゆきモノマネの西村ひろゆかないです。で、こちらの死んだ魚の目をしたおっさんが、はい、ハニーおきと申します。はい、はい、はい、ハニーさんということで、はい、なんだろうね、皆さんにいろいろ聞きたいことがあると思うんですけど、ちょっと今日トラブルに見舞われたので、またなんか後日、そうですね、後日というかまた機会があれば、今度は、本物の死ぬ魚の目をしたおっさんをさせていただければ。高画質でね、はい、ね、僕ね、ちょっと聞いときたかったことがあって、はい、なんかさ、こう面接とかするときって、僕もそのなんでこの会社を選ぶかっていう動機もその気になるんだけど、前のバイトとか前の会社なんで辞めたのっていうのを聞くんですよ。あ、でなんで、はい、ガジェッツを辞めた理由として、やっぱヒゲオヤジさんがその性格悪くてブスで臭くて、そういった理由もあんのかなと思ったんですけど、それどうなんですか。まあなきにしもあらずというか、はい、まあ本当は結婚するんで、はい、まあ就職するんで、はい、職人になるんで、もう、はい、配信業界辞めますみたいな感じで。あ、そうそう。じゃあ、ひよいさんが臭かったわけだ。臭いわけではないんで、まあちょっと怖い一面もね、まあ、ありましたけど。あ、怖い一面というか。そうそう。結構こう、僕がカメラマンとかやってて、ひよいさんがこうスイッチャーって言って、カメラ3台ぐらい撮ってるのをこう集約して切り替える仕事。で、僕、こう、インカムとかでこう、ひげおじさんから無線で飛んでくるんですよ、はい、あそこアップしてとか、はい、あそこは引きでとか。で、僕ちょっと3時間ぐらいずっと立ちっぱでカメラ撮ってると疲れてくるんですよ。なるほど。ちょっと揺れちゃったりして、はい、おい集中力落ちてんのみたいな、はい、あ、すいませんみたいな結構生意気に指示してるのが、そうそう、ちょっとトイレ行きたいんですけどっつったら漏らすうん、結構ね、仕事中はストイックな感じ。ひろゆきさんは仕事中どんな感じなんですか。僕のイメージはもう、うん、あ、いいんじゃないみたいな基本的に会議とかも一応いる時もいるんですよ、はい、企画会議みたいな、はいはいはい、うん、あ、いいんじゃないでもその明らかにそれはダメだよねっていう時は口、それはこうダメなんじゃないみたいなことも一応言うんですか。あ、でもまあそれはありましたね、うん、もっとこうしたらいいんじゃないっていう、まあこうダメっていうよりはこうしたらなんとかいけんじゃないとか。へ、うん、木のいいとこで一回切っていい。はい、どこね、ちょっとバッテリー、うん、あ、そうですね、まあこれでもいいですし、どこで OK 入った、うん。で、今この場所言っていいのかな、これって大丈夫いいじゃないですか。ルノワールの、その新宿のルノワールで撮ってるんですけど、そこの、もう出てすぐのところにガジェッツの事務所があった。そうですね、本当ですか。そうそう、ここから3分ぐらい。へぇ、 5年前ぐらいかな、うん、そうそうそう。で、ひろゆきさんの家が近いから、あ、歩いて来てたんですよ。あのね、ひろゆきさんって僕のイメージだと、そのホテルとかに泊まって、あの、堀江さんじゃないけど、なんかと思ったんですけど、はい、家借りてるんですか。あ、なんか汚いアパート借りて来てるっていう話なんですよそこも現地だ、聞いたことあるなんかさ、新宿なのに 3,4 万ぐらいの汚いとこ借りてて、めっちゃっかい、新宿で 3,4 万って、あの、すごいな。もう多分寝るだけみたいな。はいはいはい、そうそう。で、あの、裁判所からの通知とかが山のようにポストに入ってるっていうあ、そうなんだ、ね、なんか聞いたので、今なんか、新宿じゃなくて秋葉原にガジェッツの事務所があって、で、そうですね、なんか今、ハニー、今月1ぐらいでバイトしてる。バイトでたまに行ってますね。時給1000円ぐらい。時給、まあ、1000円ぐらいですね、うん、昔と変わらずって感じで、でもそのトラックうんちゃんをやった方が儲かるわけじゃないですか。けど行くっていうのはやっぱ楽しかったりとか。そうですね、楽しいですね。自分がこう行ったことがこういいんじゃないみたいな言ってくれるんで。なるほど。そうそうそう。で、じゃあ今はひろゆきさんはどこにアパート借りてるんですか。いや、今は本当わかんないですね。今でもだってフランスに住んでるんでしたっけ。うん、そうそう。で、こっち戻ってきて、でも今はどこかわかんないですね。そうなんだ。で、
なんかガジェツってあの給料どんくらいもらえるんですか、社員だと。あ、僕の時はバイトは時給1000円ぐらいで、うん、社員さんはその聞いた話によると、うん、ボーナスなしで月30万ぐらいみたいな。生々しいですね。聞いた話によりますとね、はい、いや、なんだかんだたまにボーナスもらえたみたいな。たまにボーナスもらえた、ねね、まあ、水物ですからね、ボーナスは。そうですね、はい。じゃあ僕のそのあの友達で、あの発達障害で頭おかしいタヒユちゃんと人がいるんですけど、それあのそれなんか親から確かベーシックインカムで5、60万もらってるんで、多分それの半分ぐらいですよ。あ、まあ半分ぐらいですね、ちょうど。いやでも週休一応2日なんですか。そう、基本土日休みとかだと思いますよ。なんかそんなに悪くはないと思うんですけどね。でなんかさ、あの死んだ魚の目をしたひげおやじさんって人がさ、たまに金ならあるって言ってるんですけど、実際の人はこんなおるぞ。なんか株価なんかで当てたんじゃないですかね、昔。で、何の株ですか。いや、何の株かわかんないですけど、うん、リーマンショックも回避してなんとかうまいことやってんじゃないですか、ね、よく金ならあるって。僕ひげおやじさんの血でモンスターハンターっていうあの PSP のゲーム、まあ、ひるゆきさんも正月とか1月1日にみんなで集まって、はい、あのモンハンとかやってたんですよ、うん、でトイレ借りますって言ってヒゲさん家のトイレ行ったら、うん、あの開きましたからね。はい、開けた瞬間ウィーンっつってもうね、いいトイレでしたよ。全自動。クイーンの音楽は流れなかった。クイーンは流れなかったですかね。このネタは分かるかな。分かんないです。分かんない。ひるゆきさんって、そのクイーン好きなんですよ。それ知ってます。あ、それは知らないですね。クイーン好きで、で、なんかその、新築のマンションって買わないと住めないじゃないですか。はい、そうですね。けど、ひろゆきさんはその賃貸で新築のマンションにこう引っ越して、こう住むっていうのをハマったことがあって、で、その時トイレでなんか音楽が流れるみたいなこう構造があるらしくて、ですね、でそれでこうクイーンがうんこするたびに流れるっていうのを配信で話してて。ズンズンチャーンとか聞こえてくるんですか、トイレで。ああ、これ聞こえてんのかな。一応聞こえてるのか。聞こえてる。一応88人見てますね。なんか潜入調査みたいなね、うん、ああ、音声だけね。じゃあ実際そのなんか性格の悪いあのブスでなんちゃらとか言ってますけど、性格は悪くはないんですか。めちゃくちゃ良かったですね。いい人ね。うん、あ、ちょっと映りいいよ、ね、あ、ちょっと映りいい。あ、なにこれ。あ、なんか優秀な AD の方が今どんどん。あ、AD なんですね。今日は、はい、あの、おお、ウィスウィスウィス。これはあの、視聴者もこう見えてるの。あ、ちょっとガビってるけど。ちょっとガビってる。あ、でも、どうなんだろう。もしかしていいところで見てる人は見れてるのかな。まだマシになったかな。あ、じゃあちょっとだいぶ本当だ。ちょっと仲良くなってるような気もしないでも、はい、ね、これでなんかね、視聴者さんが聞きたいこととかあったらね。そうですね。ね、あれ。ツイッターで募れば。おお。さすがいい案出すな。俺リツイしてなかった、そういえばさっき。これいくらでも編集できますもんね。うん、別にここカットでいいでしょ。今録画してます。ハニーさんに聞きたいことありますか。いやでもね、仕事中だけどこっそりとワイヤレスイヤホンして聞いてたのに、ね、ハニーさん力あってリアルに今度ヒゲオヤジさんを連れてきましょうかぐらいのことを言ってるんですよ。いやいやいや、そんなあれだったら、もしなんか機会があればね。はい、うん、ただね、この地下はもうダメですね。そうですね、こう地下のさらに奥、一番奥ですからね。いや、すいません、なんか今日は。で、なんか、
今結婚されてるんですよね。あ、そうです。もう子供も2人いて、やることやってで、平井さんも子供いるんですか。いや、いないですね。あ、平井さんはいないんだ。いないです。結婚はしてますけどね、してますよね。名前の由来は、名前の由来聞かない。あ、そうだ、ハニー大木さんって、はい、なんかそのハニーって何なんですか。蜂蜜かなんか好きなんですか。いや、僕の師匠みたいな人が、はい、ハニー渡辺っていう師匠がいるんですよ。なんでそんな売れない、売れない、どこの AV なんですか。ハニー渡辺ってチョコボールみたいな、まあまあそんな感じですね、はい、そうそう、蜂蜜二郎とかそういう系なんですけど、はい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 、ニコニコ生放送で10年前に有名だった人なんですよ。ニコ動詳しい人だったら、じゃあおハニー渡辺みたいな今なってるかもしれない。いやでも10年前ですからね。でも10年前のヒーローだったわけですよね。まあそうです。僕もあの、あ、まあこれは置いといて、あ、そうなんです。そうそう、まあそういう人がいまして、で、その人に僕似てたんで、あ、うん、で、元は僕お、まあ、結構ロン毛で大きいボンドみたいな感じだったんで、大きいボンドだったんですけど、それとハニー渡辺に似てるから、こうそれがフュージョンして、あの、ハニー大きいになったんです。あ、そうなんです。え、本名は何ですか。本名はまあ、大きいは似てますけど。あ、そうな感じですね。テリー伊藤みたいな。あ、なあ、じゃあ一応ハニー渡辺っていうのがあって、そうです、それになって、そっから来てますね。と、大きいボンドがフュージョンして、うん、そんな感じです。で、今のそのハニー大きいっていうその芸名での活動は何してるんですか。その、あ、もう今はあんまりやってないんですけど、今は月に1回ガジェット通信で旅部って言って、はいはいはい、言ってますよね。秩父で旅したりとか、はい、いろいろ。今月はなんか柏かどっかで亀をさばいて食べるみたいな、川でつって、そういうのはやってますね。で、テレビ出てるんですもんね。テレビはその秩父に行った時に、はい、あのドライブしてたら目の前の車が認知症のおじいちゃんで、信号無視4回ぐらいしてたんで、うん、ああ、それが言ってたやつか。止めて注意したら、その動画が、うん、あの目覚ましテレビとかで使われたっていうやつです。なるほど。目覚ましテレビのやつかな。おお。そうそう。いや、僕がそのなんでこういう状況になったかっていうと、なんだっけ、ホンダ。サッカーの本田選手が5万円で、もうかなり昔の、もう一昔前みたいなんですけど、5万円払ってなんか、募集しますみたいなのになんか乗っかって、僕が5万円払うんで誰か秀吉さんのモノマネをしてくださいってなったら、このなんか死んだ魚の匂いしてる同じような、なんかおっさんがエントリーしてくれて、で、なんかその元ガジェット通信っていうのを、僕はガジェット通信そもそも何の会社かわかんないんですけど、何してる会社か、けど、まあ、ひろゆきさんとひよりさんのいる会社っていうのは分かってたの で、これすごいじゃんみたいな。あ、で、なんか他のコメントも、ハニー大きなら申し分ねみたいなコメントが入ってて、申し分ねえ。まあ、ハニー大きさん自身もなんかニコニコ動画でなんかやってたんですか。あ、昔は生放送やってましたね。どういう、今だったら多分できないですけど、ああ、結構裸でバイク乗ってたりとか今だったらバカッターとかになっちゃうんですけど、はいはいはい、あと車の洗車機にフンドシー一丁で自分だけ入るとかやつなんだけど、そうそうそう、結構アホなやつ、結構頭おかしい人ですね。まあそうそう、昔はそうそうそう、まあここにこうやって来るぐらいですからね。そうだね。え、で、その裸でバイク乗るっていうのはパンツ一丁ってことですか。パンツは履いてますね。さすがにやばいですもんね、パンツ履いてなかったら。へー、いろいろそんなようなのやってたかな。そうなんだ。たくちゃん、なんかあと2杯ぐらい飲まないと最後。分かった、同じの、何、あ、同じの食べます。あ、同じの、はい。なんかね、お酒飲まないと僕喋れない。え、だから飲んできなって言ったじゃん。なんかテキーラ一気飲みしてこいっていうちょっとね、喋りもあったんですけど、まあ僕、あの、飲んでも飲まなくても変わんないんで。拾い行かないもん。そう、名前は一応なんすか。もうそのままですか。いや、もう、僕の名前の由来は、僕クリームソーダで。クリームソーダ、すみません、クリちゃんで、はい、すみません。そこ
こはスルーでね。クリームソーダ一つと、あのね、黒蜜抹茶ミルク。あ、そうだ。僕そもそも、あのーはい、西村博之さんを知ったのが2年前ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。実は。で、なんか橋本徹さんとか堀江さんとか、ああいう論理的な考えする人かっこいいなみたいな、なんかその橋本徹さんがあの記者をこう、ああもうちょっと、ね、もうちょっと勉強してこいよみたいなのを見て、はいはいはい、気持ちいいなって見て動画撮ってたら、博之さんがあのあんたの感想ですよ。ああそれはそう、そうもうどっぷりハマってしまって、この人すげえっていう、はい、で友達にこうふざけてモノマネしてたらめっちゃ似てるよって言われて、でそこからで名前あの本気でどうしよう、名前って結構重要じゃないですか。そうそうね、ハニー大きさキャッチーなのですね。そうそうそう、なんでハニー大きさみたいななんか素晴らしい名前つけたいなと思ってなんか 西村狭ゆきっていう案もあったんですけど、あなるほどね、なんか羽生譲らないっていうのがいて、あー、広かないみたいな、錦織ゲイとか言いましたよ。それ知らないですよ。それ知らないですよ。だってWebないですか。いやいや、あのなんか生放送であの屋上から飛び降りたみたいな、結構伝説のどこ、どんなちっちゃいところの話なんですか。初めて聞きました、ね、あ、そうですか。ハニーさんは昔物販のバイトをしていたと聞いています。他に公式に関わる仕事はどんなことをしていましたかってリクさんから。ああ、僕そもそも原宿の竹下通りでニコニコ本社っていうグッズショップ売り場で販売してたんですよ。あのニコニコテレビちゃんとかグッズを、はいはいはい、でガジェット通信のグッズみたいなのもあったんですよ。へぇ、ぬいぐるみとか。そう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 、庭語ってやつだったっけな。庭語、そうそう、それを、ああ、庭語、庭語、それを僕グッズショップの、はい、まあ、一応な店長みんなリーダー的なあれで売ってたんですよ、うん、でその2階がグッズショップで1階はあのニコニコ公式放送っていうのやってて、はいはい、そうそう、だんだんそっちの方を手伝うようになっててカメラマンとかやってたんですよ、はいはい、でそっから今度ガジェット通信でバイトしてみないかみたいになったんですけど、そしたらひろゆきさんが働いてたっていう。おお、そうそう、なんかね結構ニコニコ動画詳しい人もいるので、僕ごめんなさい、ニコニコとか全く分かんないんですよ。ああ、はいはい、本当にあの昔のそのなんかひろゆきさんが司会をなんかパネルみんなでこう出すような、ああ、あれなんですか、トーク番組ですよね。あれをちょっとなんか YouTube のあれで見たらぐらいで、はいはいはい、じゃあ加藤純一さんのところとかも面識あるんですか。あ、僕会ったことはないですね。へえ、うん、ねえ、うんこちゃんのもうんこちゃんでも一応してるので、やるここね、結構器用っすよね。ああ、ありがとうございます。減っててなんかなんだろうな、ハニーさんの奥さんからも似てるって一応僕、はい、そうそう、奥さんもひろゆきさんと何回か会ったことがあって、はい、あ、この似てる、本物だと思ったみたいな嬉しいですね、これ。逆に荒いからいいのかも。あ、逆にあ、めっちゃ似てる荒いから、あ、いいね、パッと見すぎる、荒いから分かんない、なんか、はい、はい、ありがとうございます。ガンガン見てくださいって。え、ガンガン、あ、ガンガン、これが 8K とかだと似てないってバレちゃうバレて、さあ、適当に、はい、置いていただいて結構です。カラオケと同じような、あ、ね、感じで、おしゃれですね。これ美味しいですか。これ美味しいですよ。おしゃれな感じで。ありがとうございます。あとなんかコメント来てますか。チアルジニア。早く今。あー、もう旬は過ぎた。早いな、旬が。ちょっと待って、スイッチ入れないといけないな。ガンガン飲んでください。ガンガン飲むのよ、クリームソーダ。いや、面白くないですよ、こんなの。大丈夫です。恥ずかしい。漏れちゃう、ナイーブ。え、タケちゃんはニコニコ動画詳しいの。俺は、あれだよ、ニコニコの中の人、うん、営業部の人とやり取りしてたよ。なんか顔広いよね。なんか営業が来たの。なんか K カップの AV 女優にも。それじゃないっすよ。なんかその話じゃなくて、呼ばれるし。じゃあホストの番組をやってる時に
いろいろやってるんです。あ、すごいですね。なんか顔は公式では使えないけどって言われてさ、画質ちょっと上げてもらったんだよ。あとなんかあのローランドっていうじゃないですか。あ、最近見ましたよ。知ってもらうっていうか知ってるんですか。あ、すごいじゃないですか。一緒になんか誕生日会とかね。そう、誕生日会でね10万もらったんだっけ。10万、うん、10万もらわないでチーズもらった。チーズまあ、金ありちゃうってからね。だから片岡さんがアングラも流れるぞって言ってる。ね、アングラって。ブラジリアンメタルのバンド。そんなね、ないよ。それはそれであるね。YouTube みたいな感じではないから、2人で進めた方がいいよ。そっかそっか。うん。いやー、そうなんだ。ニコ生復活すると思いますか？しないと思います。おお、その心は。もうだっていいとこがないんじゃないですか。なんかさ、頭のおかしな人いないでしょ、昔に比べたら。いないですね、もう普通の。夏野さんは。夏野さん、夏野さんだっていろんな仕事しててさ、傍らでニコニコ動画のレッサーってそんなリソース避けないでしょ。そんなもう特にニコ生なんて特に興味ないんじゃないですかね、うん、もう動画はね、まだ、まあ、コメントが流れるのは面白いと思うんですけどね、うん、まあでもあれひどいよね、ほとんど誹謗中傷っていうか。そうですね、見た目のこと言ったりさ、あれほんとひどいよね。そうそう、匿名ですから ね、言いたい放題ですよ。え、じゃあサニーさん、最後にひろゆきさんに会ったのはいつですか。最後は、うん、2年前ぐらいかな。のどこですか。秋葉原。いや、あのニコニコ生放送の公式放送で、はいはい、雑談生主っていうなんかそういう討論番組。へえ。え、それ YouTube に残ってます。まだアーカイブ。それ残ってない。あー、 YouTube はどうだろう。ニコ動ならあると思いますけど、うん、そう、その時に会ったぐらいですね。だって僕ひろゆきさんにあの、録画放送で、はい、ハニー大木さんとあの、近々、ひよえじモノマネを募集したら、ハニー大木さんという人が、なんていうんですか、こう、はい、連絡が来ました。コラボしてもよろしいでしょうかみたいなことを聞いたら、結構ひろゆきさん嬉しそうな感じで、こう、知り合いですよ、いいんじゃないですか。で、その旅部っていう番組をしてて、はいはい、あ、説明してくれたんですか。あ、広がったんですね。そう、そうなんですよ。多分それが唯一僕のスパチャを、僕毎回入ってば、はい、入ってばすいませんでも5秒とかで僕終わるんですけど、あ、ハニーソンの名前を出した時は割と 1分ぐらい広がってくれたんです。貴重な。ハニーさんのこと好きだと思います。そう、そういうことなんですね。あの人いじりたがりなんで、あ、いじれる人大好きなんで、なんで僕もいつかいじられたいなと思ってます。ああ、いつかね、この場にね、こう、この、いやいや、そしたら面白すぎますよ。いや、でもね、もう僕、懲りない男なんで、あの、本当にずっとこの活動を続けでったら続けたいので。今、どのくらいやってるんですか。本格的にやりだしたのは12月なんで、12、1、2、3、4、これ半年ぐらいですかね。あ、半年。はい。で、こう、なんか、おっさんと、あー、おっさんとこう話すようになったので。あんまだって、ひろゆきさんのモノマネをするって人がそもそもいないじゃないですか。そうなんですよ。すごいレアですよね。ありそうでなかったっすよね。うん、やっぱ難しいんですかね。そうなんです。で、あれほど、有名な堀江さんのモノマネもいないですし。あ、いないですね。堀江さんでは特徴がないっちゃないですよね。あ、なんだろうな、堀江さんのモノマネ何々なわけとか言うんだよね。あ、だからさ、なんでさ、そういうふうに言うわけみたいな、なんかそんな感じあるんですか。なんとなく分かりますね。すいません。あとね、堀江さんはこのタギリちゃんもファンだったんですけど、なんだっけ、なんか握手会だっけ。なんか握手会なんかやんないよ。堀江さんのなんかに行ってあしらわれて、セミナーに行って、うん、なんかキャッシュレス社会について質問したら、なんか微妙なはぐらかされて終わった。で、それで嫌だったでしょ、うん、でもね、ひろゆきさんはなんかそのファンにもちゃんとこうね、写真とか、あ、ね、なんかこんな感じでちゃんと受け答えしますもんね。そうですね、そうそうそう、いつでも。そう、結構写真とかでサインもちゃんとひろゆき的な方で
ちゃんとハートとか書いて可愛いのあるんですよね。そう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 。え、本当左利きなんですね。あ、僕左利き。左利き。そうそう。あのね、僕最初すごいひろゆきさんに実はうざがられてて、あ、けど僕のその放送で見てくださってて。で、僕放送したら子供が入ってきちゃった時があって1回、それですごいひろゆきさんが、はい、あの面白がってくれて、そこから割と僕のツイートをリツイートしてくれて、あ、そうなんですか、すごいですね、はい、なんで少しは多分そこから興味を持ってくださってるのかなと思うので、あ、今度ひろゆきさんに会った時は、はい、今ひろゆかないと、ひろゆかないことあったらって言っていただけると、はい、僕がまた、やっぱでも本人もやっぱモノマネしてくれる人がいると多分嬉しいもんですよね、多分。そうなんですかね、うん、なんか俺にも弟子ができたみたいななんかあるんじゃないですか。そうなんですかね。そうなのかな。そうだったら嬉しいんですけどね、うん、なんかモノマネしてくれる人ってあんまりないじゃないですか、だからすごい嬉しいと思いますよ。そうなのかな、うん、でも企業主のモノマネは初めてですけどね。実際あのひよえじさんのモノマネをしようと、ええ、YouTube ずっと見てたんですけど、特に特徴がない。でも今ちょっと、特徴がないんだよ、ね、顔ものっぺりして、特にのっぺりして顔特徴がないんだよね。あとね、ひげさんね、顔がでかいんだよね。あー、でかいくないですか。なんかね、確かに迫力が。じゃあ昔はすごいやつだったんですよ。僕が食べてた時は多分50何キロとか60キロぐらいだったと思うんです。今80、90くらいになってね。幸せ太りじゃないですか。あ、そうなんですか。ね、もう結婚して多分奥さんのご飯美味しいとかあるんじゃないですかね。ハニーさんの方がヒゲさんよりイケメンだと思います。いや、そんなこと。いや、変わんないですよ。いや、そうだと思いますよ。ゆかなえさん、ハニーさんに5万円払いましたか。500円払います。いや、いいですよ、別に。いや、出演料。あ、そんなに。なんで忘れてた、忘れてた。そうそう、なんかツイッターで5万円払うんで、5万じゃないので、俺5万円もらえると思ってリプライしたら、その後ダイレクトメールで500円でいいですか。全然いいっすよ。恥ずかしい。 DM でしたっけ。 DM ですけど、そうそう、リプライじゃなくて DM かよっていう。はい、あ、ちゃんと言ってギャラです、今日の。あ、ありがとうございます。大宮から往復1200円ぐらい。赤字ですね。あの、次一緒にコラボするときは多分僕が、ね、チャンネル登録1000と増えてるんで、そしたらあのリクさんとかこういっぱいその金持ってる方が僕視聴者のでなんかオフ会とかしたときがあって、新宿のもうその辺で、はいはい、そしたら会社役員の方とか社長さんとか結構来てくださったんで、はい、そのなんか、まあこの人もそうですけど、はい、お金持ちの人に結構好かれるのがあるので、で、こうサービス化としてくれると思うんで、そこからまた弾むと思います。何でもやります。突っ張らかでバイク乗ってきてるだけで、ちょっと今、もう子供をね、鳴らさないで、パパ何やってるの。失うものが昔はなかったからか。昔はなかったんですよ。あれだ、無敵な人だったんだ。昔の人。昔は。吉本の、 あの NSC とか行ってたんですよ、昔。え、一緒だ。一緒だ。僕、東京 NSC の15来てとか、その辺で。やばい、年齢バレちゃう。あ、何期だっけ。ああ、あ、じゃあ先輩です。あ、そうだ、年が思いましたけど、あの、ハニーさんとひろゆかない同い年っていうことも判明して。そう、僕、はい、多分40くらいのおっさんだと思って。僕でしょ。でしょ。そうっすかね。俺最初さ、なんかひろゆかないとうんこちゃんとひろゆきは同い年だったとかってなんか言うから、なんかそのなんかツイッターにまだちょっとあんま仲良くなかった頃に、あんま仲良くなかった時ね、えとか言って、いや、うんこちゃん33ですよまだとか言って、って言ったら、え、俺も33ですよとか言われて、うんこちゃん同じぐらい。そう、同じ。あのね、僕昔からこの顔してるんで、だから23の時とか本当に年いったらざわつくような感じだったんですよ。で、なんで今年がこう追いついてきて、多分ゆくゆくは若く見られると思うんですよ、親父が。あ、逆にね、はい、年齢不詳みたいなところに行くんですね。そう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 。あ、だからやっぱまだ老けてんだ。へー、
いや、サングラスじゃない多分。ああ、このうん。あとちょっとここ濃いとか。今日ちょっとすみません、あのヒゲ剃って来なかったんですよ。そこ息出したかったんで。はい。いや、意外だなぁ。ヒゲおやじさんがだって42ぐらい。ひろゆきさんもそんぐらいですね。同じぐらい。同じぐらいで。あ、同じなんですか。多分同じぐらい。あ、じゃあ本当に同じぐらい。ね、すごい。ジュニア版みたいな。へぇー。じゃあ10年後ぐらいああなってればいいんじゃないですか。そうですね。面白いですね。で、あれでしょ、本家より、本家より男前、本家より男前、はい、すみません。はい、本家より男前です。ミクさん、カウントありがとう。いやー、でもこれちょっと本当に残念でしたね。ライブしたかった。ただもうそこにいろいろ入ってますもんね。うん、見てくれてるんですもんね。うん、見てくれてるよ、35名今。ありがたい。ごめんなさいね、タギちゃんはノーゲラだけど。いいよ、全然。ね、すいませんね。しかも編集もあるし。待って、あるし。そう、編集もあるし、サムネイルも作らせるっていうね、もうすいません。ここ借りるのもかかるんですよ、ね。かかりますよ、結構。結構それはハニーさんはもちろん大丈夫ですけど。あ、当たり前ですよ。あと2分でちょっと。ああ、なるほど。一回切るよ、ここで。ハニーさん。いやー、結構ハニーさんが仕上げてきてるから思ったよりですね、これ。あ、でも、他のルノワールの方だったら、うん、うちだったら1階だったのに。あ、そうなの。あの辺もさ、なんかごちゃごちゃしてるから悪そうじゃない、なんか、まあ、ちょっとさ、うるさくしたらさ、ヤクザにあれかなと思って壁ドーンとかされるかも、うん、これはタヒ抜けあるな。タヒ抜さんです。先抜けのルーター変えたらすごい出るんだよね。96メガってさ、速いの？速くない？でも分かんない、そんな、あの、どのくらい？1ギガまでいかない。2個すり半ぐらい。シックさ、最初です。マッサ。ニューロ機械とかで 1.5 とかでしょ？だから出て、実測値。じゃあ、タイヌちゃんの家でやればいいんじゃない？やる？あ、本当にいいの？いや、別にいいけどさ。それが早いじゃん、だって金かかんないし。まあね、これだって6000円くらいかかるから、多分7000円とか、そんなかかるんですか。マジですか。飲み物が高いし、ね、しかも無料 Wi-Fi あるのに超クソな Wi-Fi 生放送できない。超コスパ悪いの。だからチャンネル登録してください。コスパ悪い、コスパ悪い。なんで、ただね、タギルちゃんなんで、タギルちゃんの家でやりたくないかっていうと、めちゃくちゃ家が豪邸なのよ。で、それでなんか惹かれる。あんま小汚い格好してくる。そうなんです。清掃していかないと。そういうのはいいです。じゃあ、あの、僕ら新宿に来るんで、あの BMW で迎えに来てもらっていいですか。どこがいいですか。光が丘とか。あ、やばいな。あ、俺さ、個人情報出ちゃった。お茶わないさん、カットがかっただって。カットカット。今度、お茶わないさん。あ、お茶わない、俺なんかね、お茶わない。あ、くんぺいさん、こんばんは。西村ひろゆかないっていう、はい、あの変な話、ハニーさんも言いましたけど、モノマネしたこもう切り開いたわけじゃないですか、自分で言うのも。あ、本当だ。で、はい、あので、はい、今どんどん仲間を増やそうとしていて、はい、落ち合わない陽一っていうのがまず出てきて、おお、はい、で、そろそろ三浦ビルとかね、いっぱい現れるんじゃないですか。なるほど、なんかこう細かすぎて伝わらないモノマネの人たちみたいな。そう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 、あれで、ね、ああ、そしたらいいですね、オリエモンとかそういうなんか。オリエモン、オリエモンいいな。汚いな、なんか織物みたいな。なんかオリエモンって面白い。なんかそういう人集めたいですね。さっき何でしたっけ、なんか面白いこと言ったんですけど、なんとかゲイみたいな。あ、錦織ゲイですか。錦織ゲイ。それ実在するんですか。します。あの、今から自殺しますって言って、うん、ビルの屋上から生放送して、うん、iPhone だけ落としたんですよ。自分は飛ばない。それ初めて知りました。結構有名でしたよ。あ、そうなんですか。そうそう、へえ。結構何回か自殺配信を 2,3 回やったのかな。知れてない。結構ガチなんですよ。でも仕事クビになったんで自殺します。いや、やばいでしょそれ。検索すれば出てきますよ。錦織ゲイ自殺配信みたいに出てくるんで。そうなんだ。なんかそういう地味な人集めたいですね。うん、ね、うん。
え、じゃあひげおやじのモノマネのそうですね、これからちょっと練習していこう。いや、本当に、ええ、あの YouTube とかやってないんですか？やってないですね。やってないですね。これでひげおやじモノマネも板についてきたら、そうですね、はい、あとオリエモンとヒロイカナイ君と、うん、錦織圭と錦織圭は読めるんですか？突然の錦織圭錦織圭もっと評価されるべきだと思うんだよね。あ、それもうインパクトがいいですよね。名前がまたおかしいでしょ。みんな知らないと思うんだよね。そうなんか、それで今度ね集まって生放送したら面白いかもしれない。それかね、ハニーさんに出勤の日に合わせて挨拶に行かしてもらうとかね。出待ちしちゃうあのすいませんっつって、なんか お土産かなんか持って、菓子折り持ってガジェット通信に挨拶に行くのもあっても、多分そしたら、うわ、ハニーさんってめんどくさいの連れてきたなみたいな絶対そうなると思う。いや、それダメかな。秋葉原でもちょっと遠いんだよな。あ、来ますか。僕の家から。でも全然、あの今度聞いてみてください。西村ひろゆかないという頭で。ひげさんは知ってるんですか？あ、もちろん知ってます。あ、僕その、でも本当にあの方って、あのブスで、はい、性格が悪くて、顔がでかくてしょうもないって僕言ってるんですけど、基本的に僕は、あのリスペクトで。というのは、はい、僕みたいな年下の、まあ、老けて40歳と言われましたけど、はい、年下のなんか頭おかしそうな人に、はい、いちいちさん付けで丁寧に接してくれるんですよ。あ、ひろゆかないさんこんばんはみたいな。で、ひろゆかないさんがこれからそのどうやってこう発展していくのか楽しみですみたいなことを結構言ってくれるんですよ。なんで紳士ですね。紳士です。ジェントルメン。めちゃくちゃ性格いいですよ。ちょっとしじみみたいな目でしたね。そんな言っていいの？分かんない。しじみみたいな目なんだ。そこ引っ張りますね。でも正直自分の方がイケメンだと思ってますね。いや、それは、はい、それは、はい、かいいでございます。いや、同じぐらいだよ。そこはいいでしょ。じゃあ、ハニーさんの奥さんとヒゲさんの奥さん、どっちが可愛いですか？あー、ヒゲさんの奥さんか。見たことありますよね。10年前ぐらいにチラッと見たことあります。どっちがかっきりなんですか？ヒゲさんの奥さんは、はい、なんか結構スタイルが良かったのかな。スタイルがいいってさ、僕納得いかないんですけど、あの、日本の日本人ってさ、細かったらスタイルいいって言うじゃん。いや、じゃあ僕が言ってるのは背が高くて細いってことですよ。なるほど。なんかね、僕そのメリハリのある体を僕はスタイルがいいって言ってる。あ、ボンボン結構。そう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 。なんかさ、骨皮でさ、細いのスタイルいいって言うじゃん、日本人。はいはいはい。僕ね、それがなんか納得できないんだよね。なるほどね。確かに細けばいいってもんじゃないですかね。そうなんですよ。うん。わかります。まあね、なんで。ね、僕もタイムちゃんみたいに K カップ AV 女優とかにこう言い寄られたら、 KABCDEFGHIJK 結構有名な人ですか？マジですか？はい、僕はあのごめんなさい、普通にあの、はい、あやかってる。ああ、よかったですけど。はい、3人目子供作るんですか？すみません、話コロコロ回っちゃって。あ、もう8月ぐらいに。ええ、来月？そうです。え、今これなんですか？これです。こんな少子化に、あ、すごいですね。そうですね、頑張ってますよ。トラックのうんちゃんってそんなに儲かるんですか？いや、そうでもないですよ。30何万とか。ボーナスは？ボーナスはちょっとです。あ、ボーナスとか出るんだ、トラックの運転手って。まだその時によるみたいな。まあ、あれはラッキーぐらいの感じです。なんですか？どういうのが査定なの？なんかこう、うまく荷物を運べたとか。いや、それは会社の売上げですね。月に100万ぐらい売り上げてれば、こんぐらいみたいな。そう。あれってさ、体力勝負なんじゃないの？あれ、休みとかあるの？一応土日とか。あ、休みなんだ。うん、ある時もあるんですけど。で、もう平日は夜中とか走ったりとか、朝とか、不定期ですけど。そう。そう。頑張ってますよ。頑張ってる。なんかさ、地になったりしないの？ずっと座り。ああ、痛いですね。やばいでしょ。
だからクッションとか引いてます。あ、クッション結構こだわったクッション、適当な、いや適当な100均のクッションですけど、100均のさ、スカスカじゃん、あのクッションのあれないじゃん、すぐ潰れちゃうんで、二重にしたりとか、へぇ、うん、で、あんまり痛いときは、なんかこう、ウェットティッシュをお尻に挟みながら裏技的な、そう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 、どうせもね、おっさんどうせもいや、でもすごいね、え、共働き、うん、専業主婦。それで子供3人とか届けれるんだ。そう、男、女、男みたいな、インターネットで産み分ける方法みたいなへえ、なんかいいっすね。3人目ですよ。もうでも最後、打ち止めですけど。いや、そりゃそうな、そりゃそうでしょ、まあ、いろんな意味で、まあまあまあ、お金があれば10人ぐらい、え、欲しいんですか、10人ぐらいお金があればですけど、へえ、ないですけど、打ち止めですもんそんな面白くないですよ。ああ、そんな面白くないですよ。ちょっとうるさいかな。いや、なんかね、僕老けてるって言われて尺だったんですけど、ハジンさんも老けてますよ。うん、僕一回救急車で運ばれた時があって、救急車の人に40歳ですかって言われたから、40歳ですか、なんで、何やこんなその時30歳くらい僕も結構老けて、いやいや、おっさんですよ、マジで。いやー、タキちゃんの方が全然、若い。俺でも、10代の時から顔変わってないよ。だから、昔すごく老けて見られてる。あ、なんか、あ、そうなんだ、逆転パターンなんだ。うん、いや、でも、ちょっと、またちゃんと YouTube で配信したいですね。そうですね、ちょっとコメントとかもね、いろいろ。リアルタイムにね。うん、今度ね。ちょっと慣れないショールームでみんなね、コメントをあんまり打てない探り探り、うん、ピーコさんとか投げてる人を打てるんだけど、ショールームって知らないもん、そもそもね、何それっていう、なんかすごい鮮やかな感じで、なんかわちゃわちゃしてる。これみんなサムネとかなのかな、ちょっと僕みんなアバターです。アバター、アバターって何、そもそもアメピグみたいな、そうそうそう、そんな感じのどうもりみたいなもんよ。最初さ、何話をしたの、俺が来る前、2人で会って。あー、まず僕、あんまり人見知りしないんですよ、僕は。けど、ハニーさんが来た時にね、ちょっとね、あ、人見知りする系のおっさんだって僕思ったんですよ、正直。へー、なんかこう、不安そうな顔で来るのねこう、いや、不安でしたよ、拾いかないって大丈夫だった確かに、不安しかない、そう、不安ですか、と、なんかそのパチンコで10万負けたのかぐらいな感じで来るの。あ、暗かったですか、なんかこう、おーみたいな感じで、まずはじゃあこのおっさんのあの、なんだろうな、こう、打ち解けようみたいになってて、で、軽く、あ、こんにちは、こんにちは、ウィスウィスっていうところから、なんかすみません、来ていただいてみたいなところが、生々しい話すると、僕はハニーさんって呼ぶんで、行かないくん、ひろゆかないくんって呼んでください。あ、その方が、うん、リアルだっていうみたいな感じで、もう普通に打ち合わせをして、ガチの打ち合わせをしたら、あの後ろから撮られてたっていうね。ちょ、ガビガビで見えないけどさ、ダルシムには触れないの。何ダルシムって。あ、これマジで。あお、最初から見てるの全然今気づいた。あ、一つ好きなんですか。いや、こういったらユニクロで買ったらいい。あ、そうなんだ。しないの。何を。え、格闘ゲームの話。あ、格闘ゲームの話はいいっすよゲームとかやるんですか。僕あの、さっきその10年前にって言ってたじゃないですか、10年前に、ハニーさんがニコニコ動画で活躍された時に、僕はその、とある格闘ゲームをめちゃくちゃやり込んでて、で、仲間にも恵まれて、はい、結構有名なその全国の 5on5 の大会で優勝とかしたりして、おー、あ、すごいじゃん、ゲームの雑誌に載ったことがあって、で、まあそんなんで、はい、違うフィールドとはいえ、こういろいろ活躍してて、で、今このくだらない、ね、しょうもないことしておっさんでもね、ライト思うよ。だって金もないのにさ、二人ともさ、子供作ってさ、結婚してさ、
ね、どっかの人はね、バツイチで子供もいないわけでさ。そうなんですよ。でもね、タヒネちゃん優しいからおじさん2人を支えてくるって言ってるんだけど、俺が一番おじさんなんだよ。おっさんだし、なんかジュースこぼして割ってるし。で、なんか昨日はなんかそろそろ着くけど駐車場を探すねとかわけわからん LINE 送ってくるので、完全に行っちゃってます。ただパソコンめっちゃ詳しいので、すごいですね。僕は本当に、例えばさ、僕がこういろいろ有名になってさ、もし、はい、もしですよ、はい、でこう問われる人と YouTube コラボします、コラボしますだったら、ずっと呼びます。あ、ずっと、タケちゃん明日コラボだから、専属ですか。そう、タケちゃん明日コラボだからよろしくね。あ、BM、うん、そうそう、新宿みたいな感じで。お二人は長いんですか。長くないです。長くないですか。2回目です。2回目ですか。あったんですか。2回目。もうなんか2年くらい知り合いみたいな感じだったんですか。あ、なんか2人ともあるじゃないですか、人見知りっていうか、なんかこんな感じですか。もともと水商売なんですよ、2人とも。あ、そうなんですか。はい、歌舞伎つながり。歌舞伎ホストとか。いや、僕ホストじゃなくて、僕はキャバクラのボーイをやってて、で、この人はホスト業界です。ホストの。あ、そうなんだ。ね、なんていうの、あの、内体とかの、うん、広報だよ。広報、ホストの広報。そう、ホストクラブの高校。でもタケちゃんも やってたんじゃない、ホストとか一応ヘルプとかとか。うん、やってない。やってないんだ。うん、で昨日あれでしょ、ホストクラブかゲーバーで。だからそれ昨日の話じゃないって。あ、落ちたって。全部違うの。あ、そうなんだ。ごめん、全然伝わってないね。すいません。いや、俺がハスケだからな。あ、いやいやいや。それさ。あ、いいよ。いやじゃあ。いろいろなんか広げていきましょうよ。よくわかんない。いや、だからよくわかんない。僕は、いや、元ガジェツのハニーさんと今日コラボするっていうので、結構いろいろこれ広がんねえか。だって、広げさん実際呼びましょうかぐらいの感じだと思う。いやいやいや、そんなつもりじゃないですけど、まあ、いつかね。うん。いや、でも実際今度聞いてみてください。広げ西村広がないっていう人が、はい、ちょっと挨拶に伺いたいと言ってるんですけど、なんかただ本当にやる何もしないですよ。ただそのなんかもみじまんじゅうとかを持って、うん、ごちゃごちゃごちゃしてやる。でもめんどくさそうだからやめとくとか言われたらちゃんと絶対そういう絶対そういうのよ。そしたら出待ちしましょう。あ、出待ち で、何時から何時に働いてるんですか、あのさん。いや、わかんないです。俺でも最近月1ぐらいで、まあ、行ってるんですけど、まだ会ってないんですよ。あ、ひげおじさんって忙しくていないんですか。ガジェット通信行っても。ああ、やっぱ偉い人なんだ。だからで来たり来なかったりみたいなんで、そうひげさんとサウナとか一緒に行きたいなとか思ってるんですけど、サウナ大好きみたいなんで。へえ、そうお風呂好きなんだ。お風呂、サウナで整うっていうなんか、ね、用語があるらしいです。気持ち悪いな。その整う瞬間、サウナ整う瞬間なんですか。あるみたいな、エクスタシーみたいなの本当にあるみたいで、それを生放送でその瞬間を撮らせてくれってお願いしたいって言うんですけど、なかなか会えないんですよ。へえ、サウナと水風呂を何セットか繰り返すと整うらしい。何かが整うらしいんですよ。その骨盤の歪みなのか、そのなんかわかんないけど、そう、ただ脳波的な。へえ、その瞬間を生放送したいっていうのをちょっと今僕の夢ですね、今のところ。なるほど。しょうもない夢ですね。普通の体でしょ。いやいやいや、なんだろうな、ひろゆきさんって確かお風呂とか嫌いなんですよ、温泉とか。あ、そうなんですか。嫌いなんで、だから多分ひげさんはひろゆきさんに付き合ってくれないから。ああ、一応行ってあげてるんじゃないですか。おお、そうそうそう、サウナマニアみたいなんで。どこ、あの辺だとなんかあるの、どこ。いや、なんかわざわざ静岡の聖地のサウナとかに行ったりとかしてるんで。え、なんかさ、サウナっていっぱいあるじゃん、ミストサウナとかさ。ああ、なんか、はい、その普通のタワーサウナみたいな、ええ、何をしてるの。なんか老流サウナ。ああ、出てる。なんかあの変ななんかおっさんがこうなんか振り回せる石みたいなのにまずお湯をジャーってかけて、はい、蒸気が出て、それをうちわでこうそうすると
熱風が来るんですよ、そうすると全身の毛がわーって開くんですよ。もうその時に整いかけるらしいんですよ。整いかけるかまだ整ってダメなんですよ。なんか絶頂みたいに言わないで気持ち悪いやつが気にへえー、そうなんだ。なんか僕もその温泉好きなんですよ。で近所に温泉が何個かあってさ、こう行くんだけどさ、何時から何時老流イベントとかやってやってるんですよね。一日二回とかなんか。そうでもなんか面倒くさそうだし行ってないんですけど。やった方がいいですよ。整うんだ。整うんですよ。ちょっとね、じゃあ老流イベントに合わせて今度行こうかな。だってそのオナニーより気持ちいいって言ってましたもん。なんか。多分女性の気持ちがかかるかもしれないですね。こう全身で感じる感じが多分。だからそれを生放送させてくれっていうのを頼みたいとは思ってるんですけど。なるほど。じゃあみんなで行きましょう。行ったら。でもね、撮影はできなそうですね。貸し切らないといけないですね。だまだ僕らにも早いですね。まだ早い。タヒメちゃんはあれなの？あの、やっぱりそのゲイだから温泉とか。ちょ、タヒメちゃんはタヒメちゃんだから。あ、え、温泉とか入れます？あ、てか、あれ温泉入る？入れ墨入ってる？入ってない。え、温泉行けるんだ。行ける。なにその普通の。え、男湯ですよね。男湯ですよね。おかま湯はありません。一応この人チロらしいんで。一応あ、チロなのか。関係ないでしょ。僕ソロなんで。ソロっぽいですもん。だって関東方形ですよね。あ、そのガッツリ顔。ちょっとやめましょう。やめましょうね。あの、ほ、一応酒入ってます。いや、一応あのモノマネなんで。あ、そうですね。あの本家ってこういうモノマネしないじゃないですか。あ、そうですね。モノマネしないでしょ。話題ね。あ、こういう話題しないじゃないですか。やめましょう。話しないと。あのね、下ネタって嫌いな人結構いるんだよね。本当下ネタ嫌いっていうのを作りつけるって結構いて、うん、だからね、一応そんなリスクあるまで避けた方がいいよねって。吉本の学校行ってる時に先生に下ネタは逃げだからみたいな、あれだったら下品だけど誰でも笑いが取れるって言ってて、すげえムカついたその言葉が逃げだろみたいな。なるほど。だって笑わせりゃ勝ちなわけだもんね。まあ、うん、それはなんかあれだよね。そうそう、あれはね、イラッとしたな。ペット飼うやつは任せてどうですか？ペット飼ってますよ、アンディさん。猫飼ってます。あ、飼ってる。チンチラ飼ってます。チンチラ、長毛の猫。かわいい。なんか、かわいいですよ。でもすごいですね、子供さんにいて、ペットいて。そうで、車も持って。そうセレナって飼います。セレナって僕より車持ってますよ。BM セレナ、僕だって、あ、パッソだったかな、僕パッソだったかな。車の名前も分かんないけど、ああ、愛着がないので、なんか幸せそうでいいですね。まあ本当は毎日寝てたいですけどね、家で。本当ですか？うん、いや、じゃあちょっと僕とこう、一花咲かせて。一花一発当てますか？33でしょ。33ですから、このニッチモノマネで一発当てて、スパチャで暮らしましょう。子供二人いて。子供二人いて。地元も普通に、週休2日ぐらいでやってるんですか？あ、僕ですか、仕事ですか、ね、まだあの公表してない、一応タイムチャンネルまで行ったんですけど、まだ僕は仕事は公表してなくて、その別に、はい、そのまあ普通のまあ普通の仕事っていうか、でも普通におかしい、視聴者さんはおかしいと思ってますけどね、僕土日も普通に仕事したり。あ、そうなんですか、はい、不定期なんですね。そう、朝も遅いかったりするんで。ああ、うん、それ浮気でしょ。え、ああ、そっちの仕事。あの、だから風俗店の店長だと本当リアルに思われているんですよね。ああ、割と風俗とかキャバクラの構造に詳しいこと結構言う。構造に詳しいって何？構造って何？あの、構造っていうこう単語を使いたかったっていう。ああ、マルチだね。これあのひろゆきさん実際そのガジェット通信とかのさ、ミーティングでもさ、いや、それはさ、なんかこう、その構造ってさ、おかしくないみたいな、こんな感じになる。あ、その話してる。あの人、会議でもこんな感じなんだ。そう、変わんないですもん。いや、それもさ、こう、あるわけで、みたいな。で、揺れてるんですか？揺れてました。揺れてました。もう揺れてた。揺れてました。全く変わんないです、だから。あ、もうずっとあんな感じなんだ。もう本当に何一つ変わんないですね。
ヒゲさんは仕事のモードになるとちょっとピリピリした感じがするんですけど、普段すごい優しいんですけど、おっとりしてて、何やっても怒んないみたいな感じなんですけど、仕事中だとちょっとピリピリ。ちょっとこの前一気にピリピリするんだ。そうそう。でも秀樹さんはもうピリピリ僕さんも何もない。何にもない。いいんじゃないみたいな。そうそう、もうあのまんまですね。まんま。いや仕事中も揺れてんだあの人。そう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 。で全く怒んないらしいですもんね。だから僕本当に結構放送でも言ってるんですけど、努力を人に求めるのっておかしいと思うんですよみたいなことを秀樹さんも言ってて、あこの人の会社働きやすそうだなと思ったんですよ。あその自らあの社長は部下がやる気がないとか部下のせいにしたがるけど、はいはいはい、その会社っていうのはその、経営者の判断によって決まるからみたいなことをおっしゃってて、はいはい、めちゃくちゃかっこよくないですか。そうですね。だから、うん、会社が悪いのは俺のせいだからみたいなことです。悪くなった時はあだからかっこいいっすね。めっちゃかっこよくないですか。かっこいいですね。あれね僕すごい救われたんですよね。ああ努力って人に求めるもんじゃ求めなくていいんだみたいなんで。ああそうですね。もうありのままで、うん、だからハニーさんもガジェット通信めっちゃだって今トラック運転手でやってるのにわざわざ時給1000円でさ秋葉原まで行ってさ、うん、働くっていうのはやっぱそれほどなんか、まあそうですね、うん、楽しいってことじゃないですか。楽しいからですね。別にお金なんて交通費ぐらいあればいいぐらいの。うわすごいなやっぱガジェット。ガジェットって会社行かなくていいと聞いたことがあります。自宅でやっても OK みたいな。めっちゃいい。だ昼の1時過ぎに出勤してきたりとか、うん、好きな時に出て好きな時に帰るみたいな。あんまりやることやってれば OK みたいな。めっちゃいいけどちょっと給料が少ないかな。今井さんサングラス外して。いやいや今日はいいっすよ。しょっちゅうあのこの前もタギネチャの時も外したし、この間の放送でも外してしまったので。あのねよくさそのエラテンさんとかもそうだけど、出た出た出た、いやいやいや、エラテンディス入ります。いやディスじゃなくてその顔隠してるやつ何なの、誰も興味ねえし金を顔なんて出せばいいからみたいなこと言うじゃん。ああ言われるんだ。言うじゃん、なんかそういうこと言うのよ。けど、失うものがない人はいいよ、それで。いろいろあるのよ、顔隠しの顔隠すなりの理由が。これ、まあ、隠す意味あるんですか。まだ、ね、今のモノマネじゃなかったよね。モノマネじゃなかった。あの、だね、これも隠してないようなもんだけど、まあ、そう声とね、これでもう特定しちゃうから、なんか緊張するからしてるとかじゃん。まあそういうわけじゃないでしょ。だからもう本当にこれを外したときはもう外したときはもうこれで政権を立ててるっていうか、その政権を立ててるってなんだよ。眼鏡取る仕事みたいな。顔が命ね。なんかその女優みたいなこと言い出すから。あの個人事業主でさってなったらまあね、だから外したいな、はい、って思いますけどね。まあ、とりあえずちょっと、今日いろんな人が見てくれてると思うんで、ガジェツの人とか。そうですね。なんで、ぜひチャンネル登録していただいて、じゃないと、ハニーさんにギャラが払えないと。いや、全然いいっすよ、ギャラ。いやでも本当に今度はちゃんとやりましょう。ああまあそうですね。今度コメント閉めるの？閉めるの？だってもう結構な時間じゃない？まあ25分だね、うん、今日はね顔合わせって感じで、うん、でもね今日一の話もしてくれましたしね、ハニーさんが。そうまだあるんで。まだ撮っときます。ああまだあるんだ、まだある。さすがモテる男の力。次回じゃあ締めいこうか。1分半で締め。なんかじゃあひろゆかないとこう、うん、なんか不安だったって言ったじゃないですか。なんで不安だったのか。あと会っての印象はどうでしょうか。とりあえず西村ひろゆかないっていう名前かな。大丈夫かなこの人。名前天才的だよね。名前そのおかしいかな、うん、いやいい名前、キャッチーでいいと思います。ああそうなんだ、嬉しい。だってひろゆきよりも先に出ちゃうんだもん。どういうこと。ゆかき。あ、出ないでしょ。え、出るよ。ゆかだから。ああ、なるほど。名前順で。ああ、あいうえよで。
で、実際会ってみて、実際会ってみて、普通のそれなんか、なんか逆にね最初普通に話しましたからね、うん、そうそう、はい、意外とこう気がちっちゃいのかな。ああ、僕ですか。気はどうぞな、うん、飲まなきゃダメとかそういう、なんか今日お酒飲んでんのって言われてるよ。あ、飲んでないし、飲んでないし、今日は実際飲まなくても話せますあれは多分ネタです。 あとね、ヨウタね、あんまりこの前もね、タイムちゃんとのコラボを見ていただけるとあれなんですけど、めちゃくちゃ酔ってるんであんま良くないですね。要は酔わない方が冷静に判断できたりするので、ああ、はい、そうかよ、違うね。あのね、でもさ、実際こうやって一緒にこうひろゆきさんと働いたことがあるっていう人に隣にいると似てるって言われると正直そう、だからなんか変な緊張してます。ひろゆきさんが隣にいるんじゃないかみたいな、マジっすか、ふっとなんかこう緊張しちゃいますもん。へえ、俺的にもやっぱひろゆきさんって結構眩しい存在だったんで、やっぱオーラとか、やっぱなんかすごいなみたいな。あ、そうなんだ。え、やっぱオーラとかあるんだ。まあ、オーラとかあるんだ。オーラあるのかな。オーラっていうか、なんか、うん、西村博之だみたいな。そうそう、存在感はありますかね。そう、それがちょっとこう、垣間見える感じか。調子乗っていいですか。そうだ、調子乗っていいですか。いいよ。だってさ、実際一緒に働いてた人に言われるわけだからさ。でもね、僕、あの加藤十一モノマネの人もそうだったんですけど、結構その熱狂的なファンいるじゃないですか、ひろゆきさん。あ、はい、だから結構アンチとかで、あーって言われるかと思ったら、あんまいないですよ。あ、お前バカにしてんのか。そう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 。でも リスペクトした上でのモノマネじゃないですか。だからやっぱ伝わってるんじゃないですか、そういうのが。ありがたいですね。だって、うん、というかハニーさん、僕はどういうタイミングで知ったんですか。あんま知ってないですけど、なんですかね。なんか僕もツイッターですか。あ、ひろゆきさん の、はい、あの動画 YouTube で見てたんですよ。うん、あのフランスの変な窓がでっかい。はいはいはい、あの逆光になってる。そうそう、ライブね。そうそう、あれでなんかコメントでひろゆかないさんみたいな、はいはいはい、この名前なんだみたいな、はいはい、そっから気になって。そうですね。へえ、そうなんだ、うん、やっぱあの活動はまだ続けるべきなんだな。みんなから疑われてるけど疑われてるんだお前もういいよみたいな、嫌がってるだろ、ひろゆきさんもやめろみたいな。ああ、でも僕そっから来ましたからね。で、ね、あの、まあ、この人名前面白いなみたいな。名前褒められるって実は今まであんまなかったから。へえ、名前良かったんだ。失敗じゃなかったんだ。いや、気になりますよ。な、ひろゆかないって何なんだって。だって俺最初間違えて、うん、あれとか言って、うん、西村ひろゆきにチャンネル登録されたと思って喜んでたら、そう、みんなそう言うんだよ。全然違くて、え、うん、とか言って釣られたんですね。そう、この人はレアなパターンで、僕がチャンネル登録適当にすることがあって、こう適当にこう検索したら、はい、で適当にチャンネル登録するのに引っかかったんですよ。あ、引っかかっちゃった。で、タヒちゃんってすごいその研究熱心だから、チャンネル登録した人もこう多分リストアップするのが分かんないけど一通り見るんでしょうね。あ、でそれでそこから来てくれたっていうレアなケースなんですけど、まめですね。そう、すごいまめなパターンで、はい、なんで対してっていうので、本当に今度はそうですね、ひろゆきさんにあの貸し寄りもしてくれるので伝えてください。もしタイミングあって会うことができたら、はい、ぜひぜひ。あとそのサウナの、うん、あとひげおじおやじさんのお母さんに2万円払って友達になってください。あ、そうそうそうあの実際そのひろゆきさんに払っちゃうみたいな。あ、そうね、ひろゆきさんってか、本当にひげおやじさんのお母さんから本当にお金をもらって契約してるって勘違いしてる人もいるので、あれはそうですよね。さすがにね。はい、というわけで、うん、今日はわざわざ埼玉の山奥でしたっけ。いや、青宮です。全然都会じゃん。片道600円ぐらいですかね。すいませんね、片道分も頑張って別に。いやいやいや、はい、というわけで、はい、今回はこのぐらいで、このぐらいで、またじゃあ次回、はい、お願いします。はい、じゃあチャンネル登録ね。はい、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。バイビーズ。